はい、魚の目ですよ。魚の目で今私がああいう風に見えました。全然違うでしょう。これが驚きなんです。この驚きから好奇心が生まれ、科学まで発展するんですね。ヒョウがメガネかけてるな。今ご覧になったのは生き物メガネという名前でここに展示されておりまして、犬のメガネやそれから猿のメガネ、いろんなメガネかければその目がどう見えるかってみんなわかりますからね。まずここだな。皆さん驚ける、一番今世の中であるのかないのか、意見がたくさん出ているのがエイリアンの UFO であります。私たちもこのコーナーには力を入れました。苦労して探した UFO のかけらです。で、宇宙人が人体に埋め込んだインプラントしたオブジェがここに入っています。宇宙人が入れたものもありますし、未確認飛行物体の映像なんかも、これを撮影した監督の方が提供していただきましたんで、 UFO の奇跡などもここに出ています。それから江戸時代に日本に来たと言われる UFO のモデルもあります。こういうものも楽しめますよ。マンモス、毛も触れます。置いてあります。ビコウ類っていうのご存知ですか皆さん。もう絶滅しちゃったという話になっていますが、太平洋の島にいた、鼻で歩く小さな哺乳類のグループがいた。フィクションだと思われていますけれども、今このフィクションはリアルなものとして研究するスタートも実は切られています。私たちもビコウ類、こういうモデルを作ってここに並べています。このようなものがたくさん並んでいるのがこのワンダーの部屋。そうなんです、ワンダーとは私たちの脳を半信半疑の地獄に落とし込むスペースなんです。ぜひ楽しんでください。嘘か本当かわからないものだらけです。